どうでしたか？楽しかったです。楽しかったです。オーディションはただ受けるだけじゃなくて稽古みたいなこともできたから楽しかったです。自分のためになるなんかこととかをいっぱい教えてもらえたのですごく良かったです。台本読んでみてどうでしたか？自分の役に なりきれたこともあるし、先生がアドバイスしてくれたこともあるので、すごく嬉しい、楽しかったです。とっても面白かったし、台本読んで、とにかく、まあ、ためになったりとか楽しいことがたくさんありました。そうですね、緊張はやっぱりしたんですけれど、まあ、緊張よりもやっぱり楽しさの方が強くて、ワークショップというかコミュニケーションに関しても、まあ、みんなと楽しくこれからやっていけるかなと思いました。台本については、このカニを題材にしているので、まだまだもともとのソートンワイルダーの我が町は知っていたんですけれど、それよりもそのカニを使ってっていうのがどんな風になるのか興味深いところがやっぱりあります。I really like to be in Diesel Edition today, and I think I'm not good in Japanese than I would to be. So, but it was very interesting today, and it was very fun. Thanks. 2時間があっという間でした。本当に楽しくて、だけどその中でも。終わってしまって、あれやればよかった、これがやればよかったっていつも思うんですけれど、それはまたこれから稽古が始まったらいっぱい自分のいろんなところ可能性出していけたらといいと思います。台本は外国の原作なのにカニのことがいっぱい書いてあってすごくびっくりしました。私はカニ市民じゃありませんが、いつかお金を貯めてカニ市に移住しようと思っているので、このお芝居を通してどんどんもっとカニのことを勉強していけたらなと思います。前回とこのなんか芝居に関わって、初めて関わったのがミュージカルだったんですけど、その時はあまりセリフとかなくて、まあ、ただみんなとこうワイワイやるのが楽しいだけだったんですけど、今回はちゃんとセリフがあって台本があってっていうのを初めてやるので、自分の力のなさにちょっと幻滅するところもありつつ、みんなとこう教えてもらいながら自分の持ってる可能性をちょっとずつ高めていけるっていう楽しみがあって、今日はそこの最初だったんですけど、それが今多分一部の方だけしか会ってないと思うんですけど、その人たちとちょっとやれそうだなっていう気まして、すごくこの先が楽しみになりました。やっぱり初めすごい緊張はしてて、なんか自分が出せてないなとは結構感じてて、でその時に芝さんがすごいこう楽しくワークショップみたいな感じでやってくれて、その時にこうだいぶ力が抜けて、もう結構自分を出せたかなとは思います。まあ、でもまだこれから結構やっていく上で、もっともっと自分をこう出せるようにみんなと仲良くしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上でございます。今日初めて会った子もいたけど、楽しくできたし、自分のやりたいことが精一杯できたので良かったです。一人ゼリフの時にちょっと緊張したけど楽しかったです。初めての子もいて少し恥ずかしかったけど、最後は元気でみんなできたので良かったです。私は緊張してて早く来ないかなと思ってたけど、最後はあっという間に終わってもすごいし、もうちょっといたいなと思って。はい、今日は、カニ氏のアーラの作品に出るの3作目なんですけど、またいつもと違う、こう新鮮さがあって、
とっても楽しく練習できました。ぜひ作品が完成するのはとても楽しみです。ありがとうございました。芝さんについて一言。とっても優しくて背が高くてイケメンでナイスです。私も思います。